昨今のウクライナ周辺におけるロシア,のロシア軍の動きと呼応する形でロシア軍が東西で活動してし得る能力を、えー、誇示するためオホーツク海や太平,洋に太平洋においてもその活動を活発化させている岸防衛大臣はロシア海軍の活動について。 この海域の軍事的重要性の高まりを背景にしているとの認識を示しました。その上で、重大な懸念を持って注視していると述べ、情報収集や警戒監視を続けていく考えを示しました。